この看板が地域に笑顔を生み出しています。おはよう。おはようございます。おはようございます。サタデーステーションが取材したのは福岡県に住む丸山康生くん5歳。いいよ。この少年、実はあることで話題なんです。ああ、もうかわいい。いいことにしよう、それは、うん、しそ、ご自由に。僕の庭にできました。じゃあ、戻って帰ろうか。いい？うん。実は、康生くんの野菜のお裾分けが近所で評判なんです。すみません。はい、おいしい、トウモロコシ。わー、トウモロコシが入った。野菜を育てることが大好きな康生くん、おじいちゃんの真似をして去年からは一人で育てるようにもなりました。今年はたくさんの野菜の栽培にも挑戦しています。自分でしだしたのは3歳ぐらいからで、なんかこう手伝ったり土をこうで遊んだり、それは祖父、高生の祖父と一緒にしだしたら2歳ぐらいですかね。これは痛いぞ。5歳の子供といえばおもちゃやお菓子を欲しがるお年頃ですが、なんと高生くんはそれより苗が欲しいとか、食いしん坊なのは食いしん坊なんで、多分苗もそう成長したら食べられるっていうのが一番なんでしょうね。食べていい？食べる？うん、生のまま。あ、今取ったのやから大丈夫と思うけど、試しに。どんな？おいしい。そもそも康生くんが近所の方に野菜のお裾分けを始めたのは、多くできてしまったシソがきっかけでした。シソ、ご自由に。僕の庭にできました。せっかくなら誰かにあげようよと、自分で作った看板と一緒に家の前に置くと、思いがけないことが起きました。ありがとう、一ついただきました。ありがとう、大事に育てます。お裾分けをもらったご近所の人たちと康生くんにつながりが生まれたのです。もらってくれて嬉しいです。うん、みんなね喜んでますよ。楽しみでね、ハンパンがいい、あれが気に入ってやつ、かわいい。新しい看板も作り始めました。カタカナで書く？うん。さあ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 。さあさあ。リちょっと離すかな。リと押して。そうそうそう。もうよし。これでいいかな。うん。完成したのがパセリ、もらってください。ご自由にどうぞ。看板を設置し、この日はシソと一緒にパセリを加えて待っていると、パセリ なんぼ？なんぼない、はい、はい、どうぞ。ちょっと待ってね。あ、いらん。え、なしの、え、いらんの、で、いらんの？いらん、いらん。いいよ、いらんの？今もらおうか。はい、ありがとう。すいません、どうもありがとうございます。こうやって、あの、子供が…康生くんのお裾分けが生み出した思わぬ交流に、おばあちゃんは、ね、これほとんど出ることもないし、他の人とね、話すことがないのに、こういうことでつながりができるっていうのは、もう本当、ものすごく嬉しかったですね。康生くん、今後は大根やそら豆を栽培してお裾分けを続けていきたいと言います。あ、どうも。